春県は中華人民共和国河南省閣壁市に位置する県、黄河古道の北岸に位置する。古代には霊陽と呼ばれたことで、三国時代には関渡しの戦いの舞台となった。1994年に国家歴史文化名城に指定されている。春県の県内は河川が多く、土地は肥沃で、地形は平野が主である。 県の中心となる県城は秋代に建設され、平野部に突出する王山と浮き球山が城壁内部にあり、市街地を挟んでいる。十里城地搬入山と呼ばれ、丘と町並みが織りなす風景は、横田地方の継承の一つとされる。かつての城郭都市は、映画や木が、さらに古行画が,が何度も決壊したことにより、洪水の被害を受け、4度も水没し壊滅している。 しかし洪水が収まるたびに町は再建されてきた。県城内の二つの山の上には、戸籍も、また非常に多く、文字閣、思考祠、天寧寺、大石仏、壁霞宮、仙仏寺石窟など百箇所以上の重要文物がある。正代には、はじむと呼ばれた。前館は、霊王権を設け、五館末期の漢渡しの戦いでは、ここを拠点にしていた。 炎章軍を、曹操軍が破り、郊外より、北の地方を統一することに成功した。東進は、霊洋軍に昇格させ、北州はこれを改め、恥無州を置いた。総代にはさらに改名して、不可死州としているが、この地区を流れる栄川と木川が合流した後の名が、不可死水であったことからついた名である。秋代初年には降格され、春県となり、現在に至っている。 春剣は有料な質の石材の産出でも知られ、北京市の十三寮や南京市の中3寮が建設された時には、春剣産の石材が使用された。工業はタイヤのゴム生産や製紙業などを中心とするが、大企業はなく、農業中心の経済となっている。小麦のほか、とうもろこし、大豆、落花生などが主な農産物である。特産品には、 蜂蜜、リンゴ、漢方薬がある。春県は河南省に7カ所ある国家歴史文化名城の中で唯一の研究行政区である。県城の中には大山と浮き球山の2つの山が退治し、西には栄川が流れる。文字閣が市街の中心で東西南北に市場の大通りが伸びている。毎年正月9日と、 正月十六日には相次いで二つの山で盛大な釈迦表縁が挙行され、周囲の農村部の人々も山に登り、幸福を祈る。余北地方の盛大な年中行事の一つである。第三の上にある、間外大仏は、五個十六国時代に建てられたもので、高さは二十二メートル余り。下北では、最大級で造営された時期も、早期のものである。国と合わせて、 全国重点分物保護単位に指定されている。浮き山には、壁霞宮という殿角野戦物事石窟があり、両方とも国家分物保護単位に指定されている。幹線高速道路である傾向、沖高速航路が、春圏西部を北から南へ走り、鶴壁式浜区付近にある巨巨鎮に、春圏インターチェンジを設けている。また、鶴壁市から、 牧陽市に至る東西の高速道路、牧鶴高速航路が、春圏の北部を走っている。ありがとうございます。